ヤムスクロ自治区、通称ヤムスクロは、コートジボワール共和国の県政上の首都。1983年にアビジャンより1 0とされ、政治の中心地となった。しかし、旧首都であるアビジャンが、経済の中心地であるため、人口は約35.6万人とあまり多くない。ヤムスクロが首都に選ばれた理由は、コートジボワール独立の指導者であったフェリックス。 ウフェイ・コールボは二初代大統領の生まれ故郷であるからとの説が有力である。面積は2070平方キロメートルであり、アティエグワクロ県とヤムスクロ県からなる。同国最大の都市であるアビジャンから北西へ250キロメートル、車で約2時間半。2002年のコートジボワール内戦の際、ヤムスクロと100キロメートル北のブアケの間に境界線が引かれ、南の勢力である。 コートジボワール政府勢力の前線となった。とはいえ、ヤムスクロは戦火に巻き込まれたことはなく、市内の施設も攻撃を受けていない。国際会議場や、世界最大の大聖堂である、平和の聖母聖堂など、数施設を除いて、首都らしいものはなく、首都機能は、現在もアビジャンに残ったままである。経済的にも、特に目しい産業はなく、 行政都市としての機能も持っていない。ありがとうございます。